キハ E130 系が、千葉から久留里間で臨時列車として運行されました。JR 東日本は、今日23日、千葉から久留里間でキハ E130 系を運行しました。キハ E130 系は、JR 東日本の機動車として、初のステンレス車体の車両で、朝夕の混雑に対応するため、片側3ドアとなっています。久留里線では、100番台として2012年に導入されました。開催されたツアーでは、千葉から木更津間では、時速 90km 以上での運転が行われました。また、木更津から久留里間の久留里線では、定期列車に2両増結しての運転が行われました。1月30日も臨時ツアーを開催する予定だということです。これで1月23日の KAB ニュースを終わります。